最終第12レース1着となりました。1号艇遠藤恵美選手です。お疲れ様でした。そうでした。いや今日も力強かった。はい。それではレース振り返っていきましょう、はい、新入地から1、2、3、4、5、6、遠藤選手1コースからの戦いでコンマ1連あたりのタイミングでしたが、はい、見え方とそして実際のタイミングどうでしたか。いやもう少し遅いのかなと思ったんですけど、はいはい、全速で行ったスタート。いやちょっと放りました。そうだったんですね、はい、そして1マークもう本当に力強いです。そうですね、はい、今のいいターンが出たと思います。今日はこのレース1回走りでした、はい、昨日よりも多少あの気温とか気象状況の変化ありました、はいはい、調整は結局何もしなかったです。しなかった、はい、ということはもう前検日からずっとノーハンマー。そうですね、はい、はい、その状態でもう全然変わらなかったですか。いや朝一ちょっとやっぱ今日は叩かないとダメかなと思ったんですけど、はい、はい、でも途中もう一回試運転行ったら良かったんで、はい、そのまま行きました。もうあの全部いいと思いますが。そうですね、特にいいところを挙げるとしたらどのあたりになるんでしょう。は伸びいいですね、はい、はい、伸びがいい、しっかりしています。はい、まあ、あの言うまでもないと思いますが、はい、節一でしょうか。節一です。はい、じゃあもう明日も、まあ、よっぽどのことがない限りこのままの船足で、はい、そうですね、今日行けたなら多分明日も行けると思うので、はいはい、では最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、明日も一着取りたいと思います。応援してください。ではカメラサインを書いていただきましょう、はい、さあ遠藤恵美選手、節一ですという言葉も出てきました、はい、節一宣言出ましたね。いや、はい、今日もノーハンマーということで